プログラマー SE がベンチャー企業に転職するリスクとメリットベンチャー企業って仕事面白そうだけど経営の安定性って大丈夫なのかな大企業の方がまったりできそうだよなベンチャーの方が勤怠とか許そうな気も大企業イコールまったり安定ベンチャーイコール激務で不安定ってイメージありますけど会社によります私は大企業ベンチャーどちらの仕事も経験してます大企業東証一部上場独立系 SIR 社員5000人大手流通業グループ IT 子会社グループ社員5万人 ベンチャー、EC サイト開発運営ベンチャー、社員10人、有名ブログサービス運営企業、社員3500人、コンシューマーゲームソフト開発企業スマホ部門子会社、社員600人。これらの会社で働いてみて分かったのは、大企業だからまったり働けるわけでも、ベンチャーだから忙しいわけでもないということです。これらの経験を踏まえて、ベンチャー企業に転職するリスクとメリットを紹介します。大企業でもブラック企業はある。私が以前入社した大手流通業グループ IT 子会社はグループ社員5万人の超大手企業ですが、クっブラック企業。 だったんです。会社に行くと毎朝、お客様のために必死で働きましょうみたいな社訓を暗唱させられる。社員全員セミナールームに集められて社長から、お前らは会社への思いが足りない。そういう人はいずれ辞めてもらう。なんでもっと頑張らないんだという脅しめいた話を毎週2時間以上聞かされる。それだけでなく、ある日23時より前に帰った社員全員に社長から、そんなに早く帰って仕事できてるのというメールが来たこともありました。完全なるパワハラですよね。やばい会社だなと思って2ヶ月半で辞めました。私と同じ日に入社した運営部門のスタッフは1ヶ月で辞めてました。 彼の方が判断力が上ですね。そんなわけで、大企業だからだからブラックじゃないとは限りません。は、まるみもゼマル賞も大手企業ですしね。それで、振り返ってみるとブラック企業って面接時に結構わかるもんなんです。面接でブラック企業を見抜く方法、面接官の人がすごく疲弊してて辛そうだったんです。顔では笑ってても、しんどそうなのって感じ取れますよね。なんかやばそうだな、と内心感じていながら、大企業がまさかブラックなわけないよな、と目をつぶってしまったんです。 思い込みって怖いですよね。逆に言えば、大企業振興のような思い込みを捨てて、自分の感じた直感を信じて選択すれば、ブラック企業を避けられると思います。自分を採用してくれた企業って、ついひいき目に見てしまって、良い会社だと思いたくなっちゃうんですけど、そこは冷静になって、何かやばそうな感じなかったか、を考えてみると良いと思います。ベンチャーにも、まったりホワイト企業は結構ある。私が勤めた EC サイト開発運営ベンチャーは定時を過ぎて30分もすると、半分以上の人が帰っている超ホワイト企業でした。 私はフリーランスエンジニアとして参加していたのですが、社員の人たちも大半は定時に帰っていました。休みを取るときもメールやスカイプで、今日体調悪いので休みます、とメッセージを送るだけで休めました。電話だと電話する側も受ける側も手間がかかるので、こちらの方が合理的です。しかも気楽でいいですよね。体調悪いときに電話すると神経が高ぶってその後しばらく眠れなくなったりしますよね。すると休む効率も落ちるわけです。電話で休みの連絡させるのって、プレッシャーをかけて仕事を休みにくくしてるんじゃないかと思えるくらいです。 このようにベンチャーの方が合理的に労働条件を良くしないと社員が辞めてしまうので案外ホワイト企業が多いんじゃないかなと思います。逆に大企業の方が大企業社員というステータスが引き止めになるので社員を酷使できる。んじゃないかと思います。まあ、何にせよ、会社によりますね。ともかく大企業イコールまったり、ベンチャーイコール激務っていう先入観を捨てた方が良いと思います。すると転職先の選択肢が大きく広がります。 ベンチャーの方が社員の技術レベルが高い。これも、もちろん会社によることなので、私の経験で話すと、大企業の社員で技術力が素晴らしい人は、ほとんどいませんでした。そのため、私が東証一部上場 SIR の社員だった頃は、自分の技術力に自信を持っていました。社内でもトップクラスでしたからね。しかし、ベンチャー企業に移ったら、良くて平均レベル。会社によっては自分が一番下のレベル。だったんです。これは大企業対ベンチャーという比較だけでなく、一売りシステムベンダー対自社サービス開発運営企業という比較でもあります。 自社サービス企業 &GT、イコール SIR。私が勤めた大企業は一売りシステムベンダーで、ベンチャーは自社サービス開発運営企業だったんです。一売りシステムベンダーは客先にエンジニアを派遣さえすればお金がもらえるビジネスなので、技術力はあまり必要とされていません。それに対して自社サービス開発運営企業はエンジニアの技術力が自社サービスの競争力になります。だから、高い技術力が要求されるし、技術力のあるエンジニアが評価される、その結果、社員の技術レベルが上がるのでしょう。 なので、私の場合、人売りシステムベンダーで仕事をしていた時に比べてベンチャーで仕事してる時の方がスキルがぐんぐん伸びる実感があります。毎日が勉強になります。まとめ、大企業でもブラック企業はある。ブラック企業は面接時の直感で回避しよう。ベンチャー企業でも定時帰りのホワイト企業はある。むしろ多いかもしれない。自社サービス運営企業の方が人売りシステムベンダーよりも社員の技術力が高い。なので、ベンチャー企業もぜひ選択肢に入れてみてください。